アルサンホビー動画チャンネルです。青島2024年5月の、新製品の、ご紹介になります。まずは、ザ・スナップキット、ラクプラシリーズのなります。あのトヨタの GR86 から、新色が、また2種類追加されます。今度のこちらの方が、アイスシルバーメタリックと、こちらの方は、ブライトブルー2になります。トヨタの86はですね、2021年にGR86 として誕生しまして、スバルと共同開発で、生産が進められている、車になっております。でこちらの方は作った後には車軸の位置を変えることによってノーマル車高タイプと、あとこちらのようにローダウンタイプっていう風に、こう選択、まあ、後から、作った後からでも、組み替えができるようになって、あ、ごめんなさい。こっちがノーマル車高で、こっちがローダウン仕様ですね。こういうふうに、後からでも、いじれるようになっております。さらに、ボディの成型色がもともとこういう色になっておりまして、窓枠やライトなどの部分は、シールで再現できるようになっておりますので、塗装しなくても、非常に、見た目のいい、仕上がりになりまして、さらには接着剤を使わないで組み立てられる手軽さが好評になっております。一応ですね、車としては違うんですけれども、こういったこれスカイラインの R34GTR なんですけども、これはそのままキットに入っているものの、方にシールだけ貼った状態になりますので、こういったライトなんかもちゃんとメッキパーツになっておりまして、こういうエンブレムとかシールになってます。で、窓枠もシールになってまして、こちらの方ですね、テールのライトの部分や、こういった日産のマークなんかもシールで再現できております。さらには、これをちょっとこう手直しして、こういったラインですね。これを黒く塗ると、さらにこうボディが引き締まってこう見えますので、こういった手を入れる場合ですね、こう、クレオスからガンダムマーカーの墨入れペンっていうのが出てますので、これでこの車の溝のところをなぞっていただければ、こう簡単にこういう黒いラインが引けます。ではみ出たとしても、乾燥した後に消しゴムで消せますので、ラインは綺麗に残せるようになります。で、一応こちらの方ですけれども、一応、前回ですね、同じGR86 の、こう色が違うものとして、白と赤と黒が出ております。で、一応こちら今赤い方になっておりますけれども、中に入っているキットのパーツが、これになります。こういってもともと成型色が赤くなってまして、これをそのまま活かして先ほどのようにシールを貼っていく方式になります。だいたいこの86ですと大きさが13センチくらいの大きさになりまして、こう手のひらサイズくらいの大きさになってまして、それで、まあ、ボディパーツとは別に、こういった、窓ガラスの部分や、あとこのシャーシですね。で、あとこの室内のパーツ。これは外して、こう折りたたんでいって再現するようになっております。あと、こういった、こうグリルの部分とかのパーツや、あとこの、タイヤとかの部分とかが入ってまして、で、まあ先ほどのこの窓枠の部分とかはみんなこういうシールを貼っていくことでこうカラーリングの方が再現できるようになっております。で、さらにパーツ点数が22点の非常にお手軽に作れるモデルになっております。非常に人気のありますトヨタ GR86 の新色が、出ますので、またこちらの方も注目の一つになります。価格の方は両方ともですね、税込み1980円になっております。で、次にご紹介しますのが、ザ・チューンドカーシリーズになります。まずこちらの、横の方ですけれども、こちらが、24分の1の、
オートエグゼ NB8C ロードスター99年マツダになります。こちらの方には、フロントノーズのここのパーツですね、これがついてまして、あとリアスポイラーで、スタイルバーですねがついてまして、あとアルミホイールが入っております。さらにはあの窓枠塗装用の、シールが、付属しておりますので、窓枠塗るときはこちらの方を使っていただくと非常に塗るのが、便利になります。でこちらの方が、税込みで、3080円になります。で次にご紹介しますのはこちら隣の車になりまして、こちらが、24分の1スケールのインシュランスの UZS131 クラウンの89年式、トヨタになります。でこちらの方はインシュランス あのフルエアロがついておりますので、この、フロント、スポイラーやサイドですね、でリアのスポイラー、リアのところとかがついておりまして、でバレンザンス、スポーツマフラーがついてますけど、それはちょっとこう見えないんですけれども、で18分の1の、18インチのシュテヒディッシュホイールがついております。で18インチの、極みタイヤがついておりまして、で、さらには、新規の、デカールが、付属しております。でこちらの方は、税込み価格で3740円になります。で次に、ご紹介しますのがこちらの方が、新金型追加でリニューアルされたウォーターラインになります。でこちらの方が、まず出てくるのがまた5種類ありまして、戦艦扶装ですね、こちらの方が、税込み3630円と、次にこちらの方の K14 艦の大淀、これが、税込み2860円になります。さらには、駆逐艦の、秋月ですね、こちらの方が、税込み1760円です。次にこちらが、カゲロウの、駆逐艦カゲロウで、こちらが、税込み1650円です。で、こちらが、特型潜水艦のイノ400で、こちらは、価格が、税込み1650円になります。で、こちらのシリーズの、共通パーツの、このウォーターラインの方のパーツですね、これが、スライド金型などを使用することによって非常にこう今ついているものより精密になっております。こちらの大砲やあと三連砲やあとこのサーチライトですね、で二連砲やあとこのボートあと艦載機、こういったものが、新規の、こう金型として起こしてあります。そしてちょっとこの、別の船にはなっちゃうんですけれども、これ青島さんのこのウォーターラインシリーズになるんですけれども、これにですね中開けるとこういったウォーターラインの共通のランナーパーツが入っています。これにはいろいろこういった艦載機やボート、先ほどまあ三連装や大砲などの部品が入っておりまして、多分この金型が完全に新規で起こされてくるものだと、ちょっと予測しております。で、まあ、この、まだ、こちらの方が 3D の、こう、ちょっとイラストになっちゃってるもんですから、まあ、実際のプラパーツとは違うんですけれども、こういう、パーツの方ですね、特に、この、サーチライト、ここ、ただ最初、丸かって、何にもこう、モールドがないんですけれども、これがちゃんと、こう、モールドが、こういう、ライトのこの真ん中の十字や枠の部分が、つくようになってます。でさらにまあ銃のところですよね、こういう、ちょっと、ぼやかしてたようなところのモールド何かもはっきりしてるようになってます。で船の、方ですけれども、これ甲板の部分の細かいこうラインとか小さなモールドが再現されてますので、こっちのだとほとんどそういうラインとかちっちゃいモールドが見えてないんですけれども、そういったところが変わってくると思います。で、あと艦載機の方ですね。
羽のところにあるあのこのラインが、増えてます。ですのでもっとこうそういうところがあの精密になってきておりますので、それ一つだけでもあのウォーターラインっていうのは非常に見た目が変わってきますので、これはちょっと楽しみにあのしております。であと下のところにちょっとこう字だけで書いてあるんですけれども、価格改定リニューアル新製品として、あの24分の1のトヨタの、GRS210-AWS210 のクラウンロイヤルサルン G の、2015年シネ仕様が、3960円で、隣の、チューンドカーシリーズですね、こちらの方が24分の1の K ブレイクの UCF31 セルシオの2003年モデルが、税込み3960円で、この下のところの、ザ・バイクシリーズですね、12分の1の川崎の Z2 の 750RS の、73年カスタムパーツ付き、これが3740円で、隣の同じくオートバイで12分の1ホンダ Z50J のモンキー78年カスタム竹川仕様、バージョン1ですね、こちらの方が、税込み1540円で、まあ、ちょっと価格改正プラスリニューアル新製品として出てきますので、こちらの方も合わせて、よろしくお願いいたします。このように青島のまた新製品などのご、案内が来ましたら、ご紹介させていただきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。